皆さんどうも、ノンスイートのステラです。今日の動画は日本語で挨拶をさせていただいたんですけど、サプライズ企画をやっていきたいと思います。 So today I started this video alone in Japanese becauseI'll be doing a little experiment with the members. We actually have dance practice in about a couple of hours and I'll be heading out really soon. As you guys all know, our music producer Shun-san is Japanese. He's also a musician and radio DJ in Japan. We always talk about how much we want to go to Japan and perform with him, and Shun-san really wants us to come to Japan as well. Let's say Non-Street travels to Japan today. We get to go on stage and also perform with Shun-san. How would the members react if somebody, like for example, an interviewer trying to interview you or a fan at a bookbang suddenly comes up to you and try to ask you questions in Japanese? So what I'm going to do today is I'm going to be that interviewer. I also have a mic ready. This is fake, by the way. I'll be asking each member questions in Japanese.And of course, the members have to answer them all in Japanese. So yeah, I'm very excited. I'll be interviewing Nina first. I actually texted her last night to meet up early because I want her to be my assistant, which is actually not true. I actually didn't tell her what the experiment is about. She doesn't know that she's actually my first target, so I'm very excited to see her reaction. はい、それでは早速 Nina ちゃんに会いに行きましょう。じゃあねー。What's going on? I thought I'm helping you today. はい、みなさんこんにちは。どうも、ノイズイートテレビのステラです。はい、今日はですね、スペシャルなゲストを紹介させていきたいと思います。はい、まずはノイズイートのニナちゃんです。こんにちは。はい、ニナちゃん。はい、こんにちは。ノイズイートのニナです。よろしくお願いします。はい、まずは簡単な自己紹介をお願いします。はい、みなさんこんにちは、ノンスイートのニナです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、とても笑顔が可愛い。ちょっとインタビューしてもいいですか？はい、もちろん大丈夫です。ニナちゃんの好きな色は何でしょう？好きな色はピンクです。ピンク。ゲームが好きですか？すいません、もう一回お願いします。ゲームはい、好きです。最近ハマっているゲームがあれば教えてください。あ、そうですね、リズムゲームです。子供の頃の夢は何でしたか？そうですね、多分イラストレーター。おー、アーティストです。絵を描くのが好きですか？うん、小さい頃はすごく好きです。おー、すごい。みなちゃんの好きな季節とその理由を教えてください。はい、好きな季節は夏です。どうして？私の誕生日が夏ですから。あ、そう。いつ？7月20日え20歳あの、ぶら、なし、なし、なし、あ、22時です。22時です。料理できますか？餃子料理がすごく、簡単ですから。うん、そうですね。はい、それでは最後に好きな自撮りポーズお願いします。あ、自撮りポーズ、はい、チーズ。チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。So I'm not sure who's gonna come next. You're gonna be my assistant. Okay. We're going to kidnap Nathalie. I'm ready. Yeah. It's usually new. She comes in time. I think they always do that. Come from that. They come from that. What is happening? 次のスペシャルゲストはこの方です。みゆちゃんです。こんにちは。はい、みゆさん元気でしたか？はい、元気です。はい、じゃあまずは自己紹介をお願いします。はい、私の名前はみゆです。私はノンスイートのドリーミーグリーンメンバーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、みゆちゃんは歌声がとっても綺麗で本当にファンです。ありがとう。みゆちゃんは何人家族ですか？8です。7です。
何人に家族ですよね。はい、じゃあペットを飼っていますか。はい、2? はい。どんなペット？ギニーピーそして鳥です。はい、見てみたい。インコちゃんです。好きなアーティストさんは？多分アスミさん。アスミ。はい。She does like jazz pop. 日本語で全部答えてください。ジャズポップのアーティストです。みえちゃんが好きな服のブランドはあれば教えてください。服のブランド？これはティマモンスター。あー、はい。これがアディダス。はい。また海外に行けるようになったら。一番行ってみたい国はどこでしょう？日本。どうして？はい、日本はずっと見たいです。最後に好きな自撮りポーズをお願いします。自撮りポーズ、はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。 It was like, what's happening? Is it someone's birthday? No, it's not. I was like panicking. I'm like, what did I learn in Japanese class? はい、エミリーさん、こんにちは。 Hello。 こんにちは。 What? こんにちは。はい、次のゲストはエミリーちゃんです。よろしくお願いします。はい。はい、まずはエミリーちゃんの自己紹介をお願いします。エミリーです。日本語は、はい、全て なんで日本語で答えてください。ノンスイートのエミリーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。エミリーちゃんの趣味を教えてください。趣味は何ですか？趣味アニメとゲームです。あ、そう、アニメ見るの好きですか？はい、アイドルのアニメが大好きです。一番好きなアニメ？カードキャプターさくらです。魔法少女アニメです。あ、魔法少女のアニメが好き。はい。ポケモン好きですか？はい、好きです。好きなポケモンといえば？あ、プリンです。プリン、うん、あ、かわいい。そしてエミリーちゃんの好きな食べ物は？あ、いちごとアイスクリームが大好きです。はい、それでは最後に好きな自撮りポーズをお願いします。自撮りポーズ？はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。簡単な自己紹介をお願いします。はい、ノンスイートのジェシカです。香港、カナダで生まれ香港育ちの、メンバーからはエレクトリックオレンジです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジェシカちゃんはダンスすごく上手ですよね。ジェシカちゃんは休日は何をしますか？休日 is what? 日本語で答えてください。Oh god. 休日？ No, 週末、weekend. 休むとき。休むとき？ All right, rest days. ダンスの練習、そしてダンスのレッスンをします。おー、すごい。やっぱりノンスイートのダンス担当のジェシカちゃんですね。はい、ジェシカちゃんの血液型は何ですか？血液型？大型です。あ、そう。最近ハマっている曲といえば？ハマってる By My Side。 アーティストさんは Red Wimps and Taka from One Ok Rock。 カラオケでよく歌う曲は？よく歌う曲は Secret Base。 生まれ変わることができたらどんな動物になりたいですか？猫になりたいです。どうして？
いつもゴロゴロで何もしないので はい、それでは最後に好きな自撮りポーズをお願いします。はい、チーズありがとうございます。ありがとうございます。 I don't want to speak もしできえまずい。Thank you.